自然療法チャンネルブナの森です。今日は、えー、この間いらした方で、えー、ご相談というか、えー、ちょっと右目が、えー、あのよく見えづらいんだよね。まぶたがちょっと下がってきて、ちょっと見えづらいんだよね。ということで、あのお話しいただいて、私も最初何のことを言ってるのかわからなかったんですけど、よく見たら、ホルネル症候群に よく似てるなということでもうすぐに病院をご紹介させていただいたんですけど、えー、その方もこういうのがあるっていうのを、えー、知らなかったので最初よく分かってなかったんですね本人自体がでこういう症状が出てきて初めて気づいたっていうことでしたで皆さんもあのこういうことを知っておけばこういうことがあるっていうことを知っておけば ここに結びつきやすいかなということでお話しさせていただきます。えホルネル症候群っていうのがありまして、頸椎の8番八番目から、えー、胸椎の2番目あたりの交感神経を何らかの理由で圧迫すると、えー、このホルネル症候ホルネル症候群っていうのが出てきます。えー、主な症状としてまぶたが下がってきて、えー この目の眼裂ですね。隙間があの狭くなる。縮とっていうことで、まあ、狭くなるということですね。こういった症状が出てきます。で今回わ、私のところにいらした方も、ちょっとなんかこう、まぶたが下がってきて見えづらいんだよねっていうようなことをおっしゃっていました。で、いろいろ理由が あってその交感神経が圧迫されるんですけど、えー、例えば腫瘍ができてその首のところで圧迫されるとかあとはあの引き抜き症候群引き抜き症候群というのがあってあの例えばラグビーのようなものでタックルした時に首とその肩のところがギュッとこう伸ばされてあの根元から神経が引っこ抜かれちゃうっていう、まあ、外傷性のものをですね こういったものが原因でホルルネル症候群になります。まあ、外傷性のものでしたら、まあ、理由がはっきりしているのですぐに気づくと思うんですけど、まあ、腫瘍のようなものができたり何らかの原因で圧迫されて、えー、神経が圧迫されて起こっているものは徐々に現れたりして本人も、えーね、心当たりがないっていうような状態で症状が出てきますので、まあ、症状が出てから、まあ、こういった あの右の上の方のイラストのようになりますんでまあもしかしたらホルネール症候群かもしれないということで結びつけて考えていただきたいなと思って今回はお話しさせていただきましたもしよかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします